レッスン37 1番1お父さんに褒められたことがありますかどんな時ですかはい、日本語の試験を合格した時褒められました2 何か大切なものを取られたことがありますかはい携帯を取られました3あなたの町で一番古い建物は何ですかいつごろてられましたかお寺です。 150年前に建てられましたあなたの国からに本へどんなものが輸出されていますかお茶が輸出されています2番高橋さん 何かいいことがあったんですかええ、実は渡辺さんに映画に誘われたんです。あら、よかったですね。 男の人は渡辺さんをイーガーに誘いました。2<に>田中さん、明日自転車を貸していただけませんかすみません。先週息子が壊してしまったんです。 今修理してもらっているんですそうですか男の人は息子に自転車を壊されました。 旅行はどうでしたかとても楽しかったですよでも空港でカバンを取られてしまったんですまあパスポートも入っていたんですか いいえ、パスポートは他のところに入れてありましたから大丈夫でした男の人はパスポートを取られました。 四、これ誕生日のプレゼントわぁあ,ありがとう何ドイツの歌の cd 歌の説明が中にはいっているよでも私 ドイツ語がわからない。英語の説明もあるから大丈夫だよ。説明はドイツ語と英語で書かれています。 レッスン38 1番1本を読むのが好きですかはい、好きです。2 お母さんは料理を作るのが上手ですか。はい、上手です。三。日本で生活するのは大変だと思いますか。 大変だと思います。日本には島が6,800ぐらいあるのを知っていますかいいえ知りませんでした5。

はい、コートですね明日の夕方までにできますかうんちょっとあさってならできますが明日までにコートをクリーニングするのは無理です。 に渡辺さんみんなでカラオケに行くんですが一緒に行きませんかカラいいえ歌を聴くのは「 好きなんですが自分で歌うのはちょっと「女の人はカラオケで歌うのが好きじゃありません」3, 3 カリナさん、これから映画を見に行きませんか今日は、ちょっと、明日、試験がありますから。え、明日試験があるんですか、ええ、教室の予定表に、 書いてありましたよじゃ僕も勉強しないと男の学生は明日試験があるのを知りませんでした 鈴木さんはいボールペンありがとうあれこれ黒のボールペンですね私が頼んだのは赤なんですがあすみません間違えました 男の人が欲しかったのは赤のボールペンです。5田中さん、もうレポート出した いけない。書いていないの。書いたんだけど、出すのを忘れたよ。男の人はレポートを書くのを忘れました。 サンクス、フォーウォチング。